細谷直秀細谷直秀、または、高下2年明治40年5月6日は、幕末期の仙台藩士。通称、細谷獣太雄。仙台藩の偵察法として、行商人、渡航職人、旗小屋の下男、料理や番頭など様々な姿に変装しながら、諸藩の情報収集に当たった。諸国のヤクザの親分衆とも交流を持つ。 仙台藩の下級武士である万氏の家に生まれる。両親を幼くして、亡くし祖父に育てられた。元服すると、京都判定詰めとなるが、芝居小屋で乱闘騒ぎを起こし、仙台へ帰還させられ、石巻中戦場勤務となる。母親戦争が始まると、細谷直秀は、白川城にほど近い須賀川で、東北地方の大屋分を含むヤクザを束ねて、衝撃隊を結成し、 自ら隊長に就任した。衝撃隊は黒小族に長脇座市日本で明治新政府軍に野州攻撃を勧告し、新政府軍を恐怖のどん底に落とし入れた。衝撃隊の新政府軍への襲撃回数は30、数回に及び、衝撃隊はそのすべての戦いに勝利した。こうして、衝撃隊は列藩同盟軍の主戦力ともなった。細谷直秀が、 黒装束の上に着用していた反転の背中に八田ガラスの文様が描かれていたことと衝撃隊が黒装束を身にまとっていたことから衝撃隊は新政府軍からカラス組と呼ばれ大いに恐れられた。細谷直秀は東北地方の民衆の英雄となり、細谷ガラスと重力捧げなけりゃ官軍高枕の歌が流行った。直秀は仙台藩の最後の決戦。 旗巻峠の戦いに参戦し、この戦いに仙台藩が敗れて降伏すると仙台藩から大金を授かり、それを衝撃隊の兵士たちに分け与え衝撃隊を解散した。そして自身は新政府の追っ手を逃れて逃亡、潜伏した。新政府の捕獲を逃れた直秀は母親戦争の大社令が発令されるとようやく姿を現した。この後直姫は かつての部下を率いて、宮城県と北海道の開拓に尽力した。さらに直秀は、日清戦争で陸軍将尉となり、中国に渡って専任隊長として活躍した。帰国後、警視庁小隊長となる。この後、仙台に戻り、竜モイ院に葬られている、仙台藩士、林支兵を死体、低発毒座して、そとなった。竜久院の住職となり、母親戦争。 日清戦争の戦没者を弔った。明治40年5月6日、63歳で没した。法名は、竜雲院八世からすせん、なありがとうございます。